被害に遭ったのは、八日市市に住む会社役員の男性です。警察によりますと、台湾出身で日本人女性の名前を名乗る人物から、男性のフェイスブックに友達になりましょうとメッセージが送信されました。その後、男性は LINE に誘導され、ゴールドで儲かる話がある、アナリストがいるから必ず儲かるなどと投資話を持ちかけられたといいます。そして、この人物に指示されるまま、 暗号資産のビットコインを16回にわたって送り総額1億1789万円分を騙し取られました男性は利益を出金できなかったため不審に思い警察に届け出て事件が発覚しました投資話を持ちかけた人物は増えた分を下ろそうとしたら税金がいるなどと言って追加の送金も求めてきたということです 警察は SNS での投資話は嘘である可能性が高いと注意を呼びかけています。